私がやってなかったらこの中の誰かが殺してたはずよ。もしかしたら気づいてもないのかもしれない。あなたが大切にしてるものなんて簡単に壊れるのよ。あなたの意思とは関係なく。土曜ドラマ悪女のすべてで玉の組役を演じさせていただきました足立梨花です。本放送直前ですが現在の心境いかがですか？撮影はしてはいるんですけど編集されたものを今予告以外何も見ていないのでどういう風にまとまっているのかどういう風なドラマに完成されたのかっていうのを全貌が私ちょっと今見えてなくて不安でいっぱいです皆さんがどういう風にこう見て感じるのかなっていうのをすごく緊張しながら待っている状態ですね。共演の小沢まずさんはどんな印象ですか？まずさんは最初本読みでお会いした時が初めましてかなだったんですけど私の想像を超えるゆり園先生がこの本読みの段階で小沢さんからこうすごいパスを来たのでこれはなかなか撮影中お話できないぞって思っていたんですけど全然小沢さんものすごくフレンドリーな方ですごい撮影の合間も普通にお話しさせていただいたりだとか撮影現場の近くに美味しいパン屋さんがあるっていうのを教えていただいたりだとかなんかそういう何気ないお話とかもさせていただいたりとかしてゆり園先生を演じている時と全然違うというかそれが私にとってはすごくありがたかったですしそこでお話しさせていただけたことによって逆に本編ではがっちりとぶつかり合えるじゃないですけど遠慮せずにいける部分もたくさんあったので小沢さんから勉強することがたくさんありました。雰囲気はどんな感じでしたか？撮影現場はねどちらかというとワイワイ楽しくやっていたんですよ。スタッフさんも含め共演者もみんなもすごい仲良かったしみんなで写真撮り合ったりとかして交流を深めていったりだとか共演者の皆さんとはみんなで美味しいご飯屋さんを教え合うっていうのをやっててあこの間ここ見つけたんだよとかそういう話するのがすごい楽しかったですね。なので作品はめちゃくちゃピリピリしてるんですけど実は和やかにすごくいい雰囲気で撮影はできたんじゃないかなと思います。それで大変だったシーンが見てほしいシーンはありますか？みんな口を揃えて言っていた大変なシーンはやっぱり稽古場のシーンで電話通してやっぱり稽古場で何かをしているお芝居をしているっていうシーンが多いんですけどやっぱり役を演じた上でまた違う役を演じなきゃいけなかったりだとかちょっと狭い稽古場でのギュギュに詰まったスケジュールはすごい肉体的にも大変だったのでみんなあそこのシーンはやっぱり頑張ってやった一つの部分でもあるので見てほしいですね。輪を重ねていくごとにみんなのお芝居もちょっと変わっていったりだとか輪によってやる劇中劇そのお芝居も全然違ったりするのでこう見てて楽しいんじゃないかなって思います。私って悪女だなと思うような悪女エピソードを教えていただきたいです。これがねまあ話せる範囲がねとかっていやみんなねそれぞれ毒は持っているじゃないですか。もちろんありますよ。なんかなんて言うんだろうな、まだ可愛らしいところで行けば街中で歩いている手をつないでるカップルのこの間をこうやって割って入りたいなって常々思っていることとかこう手つなぎやがってっつって間割って入りたいみたいな部分もあるし街中歩いてると人のファッションチェック勝手にしちゃうかも。ないあるよね。ありますよね。ほらほら共感してもらえた。ってあの服装にあの靴下合わせるんだとかあの感じに靴合わせるんだとかあのバッグ合わせちゃうみたいなのをちょっと結構思ったりすることが多くてそれもちょっと一人で抱えきれないから隣に友達とかがいると「ねえねえあの人のさあの靴下ってあれが正解なのかな」とか言っちゃう。ほんと性格悪いですよね勝手に一人ファッションチェックしちゃう。別に言うわけでもないしその人に言うわけでもないから逆に悪いんですけどある意味陰口になってますもんね。堂々と言えばいいんですけど、でも街中でそういうことちょっとしちゃうかもな。それがちょっと皆さんにお伝えできるギリギリの範囲だと思います最後視聴者へのメッセージ、はい、お願いし
願いします。悪女のすべては本当にいろんなタイプの悪女が詰まっていてっても変ですけど、本当にいろんなタイプの悪女が出てきて、誰しもが一人会ったことあるんじゃないかな、そのタイプの人に。あ、いるよなって思えるような女性がいたりだとか、こういうことあったよなって思える共感できる部分もあると思うし、悪女が本当に悪女と言っていいのか、悪女だから悪いのか、そういう周りの環境がそういう風にさせたんじゃないのかとか、結構意外といろいろと考えられる部分もあると思います。ただこんだけ言っときながら、私正直考えながら見てほしくないですなんていうか、本当にもうポップに楽しむエンタメのコンテンツの一つとして、ポップに気楽にちょっとこの作品は見てほしいかな。で、次の日にあれ見た、私こう思ったんだよねって、なんか話題になるきっかけの一つとなる作品になっていったら嬉しいななんて思います。なので、悪女のすべて皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。リゾのリンク役の小沢真珠です。よろしくお願いします。放送直前になるんですが、現在の心境を聞かせてください。はい、最初台本を読んだ時にリゾノっていう役がすごく強烈で、リゾノだけがすごく強烈に一瞬思えたんですけど、実際に撮影をしたら出てくる登場人物みんなが個性的なんですよ。本当にこうこれから放送されるんですけど、私が普通に一視聴者として楽しみなんです。なんかその自分が稽古場とかで皆さんと絡んでないシーンもたくさんあるので、本当に早く見たい感じです。足立梨花さん、はい、共演シーンだったりとかいっぱいあったと思うんですけれども、はい、どんな印象になりましたか。もう足立さん本当にお会いする前テレビとかでさせていただいて、普通にこう元気で明るい方っていう印象、それがもうそのままお会いしてそのままのイメージだったので、現場をいつも盛り上げてくださって、私のシーン自体は結構こう激しくて重いシーンが多かったんですけど、本当に足立さんがいることでやりやすくて、本当に常にどの現場にもいてほしい方です。常に足立さんみたいな方がいるといいっていう。現場の雰囲気はいかがでしたか。現場は足立さん含め本当に明るい方が多くて、現場自体も明るかったので、お話が重くても全然重くならなかったです。現場が逆にちょっと笑いが起こって楽しくなったりとかが多かったです。撮影で大変だったシーンとか、まあ、見てほしいシーンもそうなんですけど、大変という意味ではたくさん大変なシーンはあったんですけど、私自身悪女役はいっぱいやらせていただいて、行ったことのあるセリフだとか、あ、これ前に行ったことあるみたいなのもたくさんあった中、唯一本当にやったことなかったのが、ターザンのお芝居をするっていうシーンがあるんですけど、ゴリラに育てられた女の子の役っていうのは今まで一度もやったことがなかったので、どうやろうっていうところからが大変でしたし、まあ、実際にやりながら大変って思いながらやったので、ちょっと出来上がりドキドキですけど、大変だっただけに新しい私を見てもらえる機会かなと楽しみにしてます、はい、今回のこの悪女といいますか、を演じる上で意識していたことみたいなのありますか。今回に限らず、意地悪な役とかやる時も常にその自分が意地悪だなって思わないっていうのを意識していて、自分自身はすごくその正しいと思ってやってるし、その役を好きになるんじゃないですけど、しちゃって嫌だなみたいな気持ちには絶対ならなかったっていうか、そのやってる時はちゃんと筋を通すというか、役のことを好きになるっていうことをいつも気をつけてやってます。私って悪女だなと思う悪女エピソードってありますか。悪女の役をやることが多いので、普段はそういうネタがないぐらい平穏に来ちゃってるんですけど、強いて言えば子供が2人いるんですけど、お菓子とか大好きで、でも体のこと考えて1日1個よってこうしつけで言ってるんですね。でももうちょっとこれ以上子供たちに食べさせられないっていう時に、自分がもうとてつもなくお菓子が食べたくなった時にキッチンに行ってこっそり食べるっていうでもなんかまあまあって言われてるんだけど、お菓子食べてることは隠しながら会話を続ける時に、なんかあ、悪い女だなって思いながら。視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。はい、今までたくさん悪女の役をやらせていただきましたが、本当に今回はザーマジュの新しい悪女が見れると思うので、皆さんぜひ
楽しみにご覧になってください。本番、よーい、はい。ゆりぞのさん、マトマン、よー、スタート。どうしてこんな簡単な芝居もできないのかしら。こんな簡単な芝居さえでもできるわよ。きつ。まあ、わからないわよね、あなたには。え、田舎生まれ、田舎育ちで何の悩みもない、ただの専業主婦。ありがとう、はい、オッケー。